OK。タンドリーティッカー。右側はタンドリーチキン、左はタンドリーティッカー。右は骨ありですね。右は左は骨なし。そのままかぶりついてもいいかな。下に見えるのはこれ炭ですね。炭で高温で釜で一気に焼きます。10分ぐらいで。外カリッと中ジューシーに仕上げます。ぜひ食べてみてください。